すいません。あ、おかえりなさい。ゆっくり寝ててください。よし、何なんだ。あ、新聞行くぞ。はい、はい、サンドイッチ。はい、だろ、ほら、早く取る。番号1円10円100円1000円1万円おお。おい、今日1枚で遅いぞ。あ、タロ、お円玉足んないから母さんから15枚もらってきて。朝だ。木村家が今日も吠えた。主戦だ。ねえお父さん、誰だっけ？次誰？次。長三郎さん。長三郎さん。二十二十。すいませんけど、ちょっとそこのブラインド開けてもらえますか。皆さんおはようございます。今日も死なない程度に頑張ってください。順番はいつもの通りです。はい、並んでください。はい、つねさん。はい、あんまり走らないようにね。はい、110円。木次郎さん。はい、24分で、はい、120円。松吉さん。はい、あの私がね、元締めでね、近所の老人たちにね、新聞配達やってもらってるんですよ。報酬は五分五分ですよ。200円。はい、いってらっしゃい。暇持て余してますからね、ただでも働くんですけどもね。ボケ防止、運動不足解消、おまけに小遣い制になる、まあ、こういうわけですね。